どうも皆さんこんにちは。ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけども、本日はですね、レゴフォートナイトハードコアで生き抜くためのマル秘テクニック、こちらをね紹介していきたいと思います。いや、ハードコアね、うまくね生き残れたりそうじゃなかったり、いろんな人がいると思います。そんな中ね、みんなが使えるとても素晴らしいハードコア攻略法をね用意してきたので、そちらを皆さんに紹介していきたいと思います。砂漠編はね次回また進めていくので、そこはねお楽しみに。ということで動画が始まる前に、年内チャンネル登録者数10万人目指しておりますので、まだの方はぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで今回使っていくスキン、こちらニックエノサーティーっていうんだっけな、海外のね有名ストリーマー、先行配布でねエピックからいただきました。ハッシュタグエピックパートナーでございます。ありがとう。ということでこちらのスキンを使って、今日はマル秘テクニックいくつか紹介していきたいと思います。ということで早速一つ目なんですけども、まずシード値のお話ですね。僕のワールドと全く同じシード値を発表いたします。ワールドを作るときにですね、シード値に8を8回打ってみてください。8888888って、そうするとですね、あら不思議、このマップで一回紹介するんですけど、まずこの草原エリアにスポーンするんですけど、で草原でこっち行ってないんであれなんですけど、ここ雪山なんですよね。でこっち砂漠っていう、もうこの湧いた瞬間に全てが全部隣り合ってる神シード地となっておりますので、すぐねこれバイオーム間の移動ができるというとんでもないシード地になっております。これを使ってまだ俺フロストブルート倒せる状態じゃないのに倒せました。どういうことかっていうと、このバイオームの境界あるじゃないですか、この線で、これが多分境界になってると思うんですよ。でブルートって僕が見たところ、この線を越えてこっち来れないんですよね。それも利用して、前回ねまだ草原の村しかないのにフロストブルートを倒すことができましたというわけでございます。ということでシード値8が8個ぜひ使ってみてください。はい、ということで続いてのマル秘テクニックですね。まあ皆さんね、いざ始まったとなったらですね、まあすぐね村作って、前回の僕と一緒なような動きをする人が多いと思うんですけども、そこでやってほしいのがですね、はい、こちらマクロバイノキラーでございます。これを使うとですね、何が起こりますかと、そう、反乱軍の洞窟の場所がわかるわけですよね。ということでそちらに向かっていただきたいと思います。まず最初にキャプテンブラバラからこれもらえるんですよね。最初2人同時に湧くので、話しかけてまずもらってください。そしたらですね、この洞窟に入っていきます。でまあここはね安全なので、最初の人でも全然気楽にね探索できるかと思います。このね仲間たちがこう歩き回ってるだけなので、全然気にしなくて大丈夫です。はい、ということで出口に着いたら、まずはやってほしいこと、それは基本一緒なんですけども、こう覗いてまず反乱軍の拠点をね探さないといけないわけですよ。はい、そうしてですね、はい、反乱軍の拠点に着きましたと。でここで何が言いたいかと言いますとですね、さっさとライトセーバー手に入れちゃおうよっていうお話ですね。ライトセーバーはですね、このゲームの中で結構強い攻撃力を誇るのに加えて、壊れないんですよね。サバイバルモード、しかもこのハードコアにおいて資材を節約できるっていうのはでかいということで、まずこの村のレベルを上げないといけないんですよ。ということで話しかけていきましょう。こんにちは。はい、瓦礫があるって、まあ、こんな感じでタスクをね完了していって、レベル5かな、5か6まで上げるとですね、ライトセーバーがね付与されるわけですよ。なのでちゃっちゃとライトセーバーをねゲットしちゃいましょう。はい、ということでライトセーバーゲットできるまでスキープ。はい、ということで今現在レベル6になったんですけど、その状態でこのキャプテンブラバラに話しかけてみてください。はい、ライトセーバーですね。こちらブルーライトセーバーなんですけど、これをね拾っておきましょう。こうやって、はい、これでもう剣の心配することはないですね。ここからもう近接武器はこのライトセーバーだけでこと足ります。もう他のことはしなくて大丈夫です。はい、ということで続いてのマル秘テクニックなんですけど、これ皆さん忘れてるんじゃないですかと。はい、このシェルね、序盤スライト、はい、縦構えてみてくださいと。はい、ポンポン、はい、おしまいです。こんな感じでシェルを見つけた時、これはね砂漠のシェルだったり雪山のシェル全員に使えるんですけど、盾これ一回使ってみてください。これね前も紹介したんだけど、結構ね忘れてる人多いと思うんだよね。これでマジで生存率めっちゃ上がると思うんで、盾を使ってシェルを倒してみてください。またはこの水でも可能ですね。まだ水でシェルは死ぬので、コロコロコロってもし来てたら水に入って待ってれば余裕のよっちゃんでねシェルを倒すことができます。ダメージも2倍になるしね。ということでやってみてね。はい、ということで続いての覚えておいてほしいマル秘テクニックなんですけど、このスターウォーズ島でですね、草原のところ、ここに、まあ、結構なストームトルーパーとかいると思うんですよ。でも、こいつらってマジで HP 低いし、いい武器くれるので、先に倒しておきましょう。ちょっと慎重にね、行かないとハードコアなんで、危ないっちゃ危ないんですけど、気をつけながら、しっかり紫色の銃あるじゃないですか。これをね、集めておくことが結構大事になってきます。こんな感じでもうワンパンで死ぬから、普通にワンパンで倒せるから、これ非常におすすめですね。で、しっかりこう宝箱とかもね、開けといて、ね、この銃を揃えるっていうのが結構大事です。これ新品の銃とかあったら積極的にね、取っておきましょう。ちなみにまだ下にもいるみたいなんで、こいつら全員倒してみましょうと。ワンパンなんですよね、基本的に。
もうこんな感じ で横取りして、でこの銃を積極的にゲットしておきましょう。これ草原でやるのがね非常におすすめですね。この銃はね後のライフハックにつながってきますので、ぜひとも皆さん積極的に集めておいてください。ということで、いくつ目かのマル秘テクニックでございました。はい、ということで続いての秘密テクニックなんですけども、これはまあ癖の話とかにもなってくるんですけど、見かけたこういう動物、これをね縛くようにしましょう。なぜかっていうと、まあこれ羊なんであんま意味ないんですけど、鶏とかね特に倒すようにしとくと肉と羽が手に入って、で羽があるとこんな感じで矢が作れるんですね。なんでまあ動物というより鶏かな、鶏を縛く癖をつけておくと弓矢に困らなくなるんじゃないかと思います。今もね実際にめっちゃ使ってるんだけど225発っていうね、まだまだ全然あるので、この方法おすすめです。動物ね、反抗してこない動物ちょっと心苦しいんですけど、縛いておくのを癖づけておきましょう。これ大事です。これでもう肉3個だからね、食料問題も簡単に解決できるはずです。特に鶏ですね、仕留めてみてください。はい、ということで続いてのライフハックみたいなものなんですけども、ブルートの倒し方ですね。昨日ねスルッと倒してたんでちょっと分かりづらかったかなと思うので、もう一度解説していきたいと思います。まず自分のことを認識していないことが大事ですね。あと交渉を取ることが何よりも大事です。この2つを守ってやっていきましょう。やってほしいのはですね、この基礎あるじゃないですか、この基礎をこういう風に立てていきます。縦にね、こういう風に、これが万里の長城大作戦とね僕が名付けている技なんですけども、こんな感じでバレないようにこうお手持ちの資材で上にね積み重ねていきます。まあ、今回はねそんな強くないので、ストームワイルド状態でもなかったので、そんなガチガチにはやらないんですけど、こんな感じで積み重ねていきます。この方法があったから適正レベル外のね敵を倒すことができたと言っても本当に過言ではないので、しっかりとね解説していきたいと思いますよ。次階段ですね。こう横並びでね置いていかなきゃいけないですよね。これでどこか一つが壊れても大丈夫だよと。で根元までつなげるのが結構やっぱり最重要でございまして、根元までこうつなげていこうねというのが鉄則になっております。こんな感じで、ね、だいたいつなげたらこんなもんで大丈夫です。これで戦闘開始でございます。で持つべきものは、はい、先ほど用意していただいた銃たちですよ。こいつらを持っておけば大丈夫。近接戦はねやんない方がいいですね。開幕です。めっちゃ遠くから危ないので、はい、もうこれで上からハイグラからとりあえず撃ちまくると、もうポン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 、これで壁は壊れるんですけど、でも大丈夫だと。こう上来たら下に行く、下に行って逃げると。でこうグラップラも持っといてほしいですかね。で下に来たら上に行く、はい、簡単ですね。ただそれだけなんですよ。はい、でしっかり避ける、しっかり避けて、で上、はい、下来たら上に行く。これに触ったら危ないですよ、これ危ないですよ、これ触っちゃダメですよ。でまあこれがあることによって冷静にね対応できます。はい、もうパン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 、はい、パン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 、はい、来てますね。来てたらはい上に行く、毒は食らわないようにして、はい、パン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 、はい大丈夫、はい、もう次のこの銃、はい、こんな感じで全然苦労することなくボスを倒すことができます。僕はこの方法でねフロストブルートの鱗もねしっかりと手に入れることができたので、皆さんもねぜひ実践してみてください。で毒が強いんでそこだけ注意してもらって、できるだけ毒に触れないようにして倒し切りましょうということですね。でなんですけど、ブルートの湧きやすい場所というか、ブルートいないなっていう時はスターウォーズ洞窟を一回出て、でこの拠点の近くを探してみると割とすぐ見つかるかもしれません。これね結構いい方法だと思うので、ブルート脇に困ってる方は一体スターウォーズの大陸に行ってそれぞれのねバイオームを探してみるとすぐ見つかるかなと思います。やってみてね。はい、そして続いてなんですけど、村の満足度を上げたいと、でもそんな丁寧にやってる場合じゃないよという方はですね、こちら製材機とグリル、これね木と石だけで作れるんですけど、とりあえず木と石をめっちゃ集めてめっちゃ並べてみてください。そうすると簡単にね満足度が上がります。この方法もね結構便利だと思うので、ぜひとも皆さんのハードコア生活に生かしていっていただければなと思います。はい、ということで今回はですね、ハードコア生活で使えるマル秘テクニックを8個ほど紹介いたしました。どれもねすぐに実践できて役に立つものばっかりだと思うので、ぜひとも使ってみてください。特にスターウォーズの島から攻略するというのはね結構有効だと思いますので、個人的にはおすすめでございます。ということで今回のこの動画、いいな面白いな参考になった、これでハードコアクリアできるぜと思った方はですね、ぜひともチャンネル登録高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトハードコアモードでお会いいたしましょう。またねー。